チキンとポテトです。どこがローカルっぽいんだよ。あ、それあ、それありがとうございます。あ、Thank you。 パーン、ウブド。はい、ウブド到着しました。もう6時です。もう夕方やばい。だからもう夜なる前にウブドを観光したいと思います。おやばないこれ。猿、ウブドのモンキーフォレストってとこやねんけど、猿がめっちゃおんねん。こんないるんだ。猿って凶暴やから、あんまり凶暴って近づいたらやられる。もう人間慣れしてるね、なんか。うわー、すごい、いっぱいいる。お猿、お猿さん、怖ない？ちょっとめっちゃ噛んだり引っかいたり。ちょっとね、ここ中心地らしいから歩こうか。ちょっと猿、めっちゃ猿おる。これね、こんだけ猿がいっぱいいます。ここのメインは何？お猿さん。ここのメインは猿で、その中がモンキーフォレストって言って中入れんねん。ウブドで自然保護区になってるらしくて、ここのモンキーフォレストが700匹の猿が生活してるらしい、ここで。だからこうやってなんか外に出てきてるやつもあるっていうか。な、お猿、お猿のチンチンってさ、人間と似てるの。万平の金玉と似てるね。誰が俺の金玉とあるわ。金玉兄だけにな。金玉兄帰りやけど。うまいね、万平。でも似てる。ちょっとすごい似てる。ちょっと似てるよね。お猿の金玉は多分大丈夫と思う。お題かけんでも。お猿、バイバイ。言葉通じひんからな。バイバイ。でも結構年だね、この猿はね。あとね、めっちゃ睨まれてるから向こう行こう。引っかかれたら痛いから。ウブド、どんなところか皆さんに紹介したいと思います。感覚的になんですけど、女の人が多いね。まあ多いよね。なんか多いよな。うん。だからワンチャン、あのインスタグラムとかね。日本人の女の子もいたね。あ、日本人の女の子もいたな。だからすごいね、ウブド来た方がいいと思う。多分バリ来た人結構ウブド行く人多い。しかもあの日本人の女の子おった子、ホテルで一緒におった子やな。すごくないそれ。すごいすごいすごい。マンペよく分かったね。マジでやばいね、その女の子の選球眼というか。あ、忘れないの顔。忘れへん、顔忘れへん。一回抱いた女の子俺忘れへん。一回抱いた女の子俺忘れへん。ウェイウェイウェイ。大体はないっすけどね。ここ中心地やから。こんなね、お土産物屋さんがいっぱい置いてたり。ここあんまり通らんな。猿見れたら俺もうええねんな。はい、セントラルになんか寺院があってんけど、調べたところすごい神聖やから、そこなんか沐浴とかもできんねん。ヒンドゥー教やからすごい聖地やねんけど、入ろうと思ったら短パン、タンクトップダメらしい。俺全部ダメ要素全部備えてるから、お前正気かみたいな顔で見られたから。とりあえずナイトマーケットがあるんすよ、ウブドのナイトマーケットね。ここで僕ね、さっきからめっちゃ可愛い女の子多いやん。可愛い女の子に声かけてみんなに紹介したいと思う。可愛い女の子にね、まあ、どこから来たかとかね、いろいろ聞いて、最悪インスタグラムとか交換して世界のどっかでまた会えたらなって思う。今のところね、世界中の美女とインスタグラム交換してるやんか。その子の国行ったら俺もうインスタグラムでメッセージ送りまくってるから。だから その時のためにちゃんと友達になっとくよ俺は。で、みんなにも見せたい。ナンパってこと？いやでもね、ナンパっていう言い方したらそうなるかもしれんねんけど、まあでもあれだね、異文化コミュニケーションやな。よし、行こうか。じゃあとりあえず可愛い子。はい、わかりました。ヒアイザーナイトマーケット。ナイトマーケットやわな、これどう見ても。やっぱナイトマーケットって一番人が多くて一番栄えてるから、絶対可愛い子おると思う。黒髪の子綺麗だね。綺麗な。でも家族連れやった。あ、なんかこういうのもいっぱいやってる。なんか国によってさ、うん、売ってくるもん全然ちゃうな、ナイトマーケット。なんなのこれはみたいな。マリサラサ、サラサやって。こういうところに巻くんや。ちゃう？これ今抱きつかれたんか思うんだけど。グッド。ほんまに。もう麺。こんなんしてる人見たことある？見たことない。ほんまに可愛い子多くない？多い。どこ出身だよ。可愛い子に見慣れちゃうね。純粋にどこ出身か気になる。ああ、気になる。ハロー。はい。This is Japanese food ramen。ハロー。I'm looking for very beautiful girl this story. Yeah. Where are you from? I'm from Hungary. Hungary. Budapest.I went to Budapest, yeah. Did you? Yeah. Budapest, 10 days. 10 days? Stay, wow. Yeah. Budapest is very good. Have you been to Slovakia? Never been. Oh. Ah, yeah. Yeah, from Hungary. You're from Slovakia? Slovakia. Why are you friends? We work together. In England. What job? I'm a receptionist.And I'm a barista. Coffee is very famous. Yeah, coffee is good. But I don't drink coffee, that's irony. I know how to make it, but I don't drink it. Only make it? Yes. 飲まんけど作る専門やん言うてるわ。Do you have Instagram? I don't. You don't have? No. Why? You have? I have, but I don't use it too much. I don't really use social media. Ah, really? I have Facebook. Ah, only Facebook? Yeah. Oh, can I change Facebook? Yeah. Oh.Friend. I will go to Hungary. Yeah. I send message. Yeah. Or England. You go from Japan? You're from Japan. We want to go to Japan.
What's your name? Rika. Mika. Rika. Rika. And I'm Sophia. Sophia. Rika to Sophia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. 今ハイタッチ無視されてる。言うな。やっぱ可愛い子多いな。いこの隣の2人の子も可愛いね。え、可愛い。こんなことある？いや、マジ多いよ、本当に。What did you buy? A French. French sauce. French sauce. What French sauce? French sauce って何？ Like a pan. A pan. Where are you from? Spain to Colombia. I have a Colombian friend. Colombia, I don't know. Just me in Korea, nightclub. I went to Barcelona. Do you like it? Very like. I like paella. Yeah. Paella is good. Where you stay? Here. Here. How long stay here? 3 months. 3 months? Me 3 months. Too. You work here? We're doing volunteer. A volunteer? What volunteer? Teach English. Teach English? I want to teach English, please. Cool. I study English now. My YouTube channel is a traveling channel. Oh, yeah. You can search. But I don't have internet. But oh, really? Oh, okay. Do you have Instagram? Yeah, but I don't have internet. I have internet. Okay. Please search. Instagram, ne? とりあえずね。可愛いね。I will go to Colombia or Spain. I send message. Okay. Free drink. Okay. Oh, いいらしい。やっぱコロンビアすごいわ。コロンビアめっちゃ可愛い。マジで。Thank you. Please follow up.Okay. Thank you. Bye bye. 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 Bye.過去最高じゃない？過去最高やと思う。ほんまに可愛い。もうちょい行こうか。夜やから写りが気になるけど、多分ちゃんと写ってると思うねんけど。マジで可愛い。いけた。Thank you。じゃあ可愛い。明るさどう？OK、いける。OK、いける。厚みをしたわよ、その下。うん。わかる。うん、完璧。うわ、すげえ綺麗。めちゃくちゃ可愛くない？やばい。You are so very beautiful。Thank you。Your mom?お母さんと旅行してるらしい。素敵だね。最後はお母さんと旅行してる。すごくない？素敵。This project is the number one beautiful girl I'm looking for. You are number one. ナンバーワンやな。What's your name? セリア。Where are you from? France. France. やっぱすごいね。可愛い子多いな。Excuse me. Merci. Merci. 俺フランス住むわ。俺も住みたくなった。住みたくなった。ていうかすごいね、この絵は。めっちゃ疲れ取れるね。疲れ取れる。じゃあ、ボーイフレンド？ Yes. In France? Yes. He's handsome? French? Yes. やっぱ彼氏はハンサムらしいわ。Which one? Your boyfriend? Yes. Me. あかんな、これな。Do you have Instagram? Yes, but I don't have my phone. I have my phone. Can I search? Yes. A bit follow us.Okay, どうした？ I will go France. I send a message for you. Please drink together. I don't drink. Ah, you don't drink. Okay, please together dinner. 向こうにお母さんがおんねん。いや、もちろんお母さんも一緒に。Your mom together dinner in France. I will go to France. When you come to France, you can't get. Yeah, 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 okay. どうした？ フランス行ったらもう大好きって言われた今。お母さんも綺麗。綺麗だね。Please follow back. Yes.Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. ありがとう。Bye. お母さん連れに声かけるっていうのはやっぱあれやな、ドキドキするよね。お母さんの機嫌を損ねつつ、やっぱ行かなあかんわけやから。でもさ、なんか取れてないさ、ずば抜けて美人とかって大体でも彼氏、そうやねん、そうやねん、旦那さん。ほんまそうやねん。で、行こうとしても彼氏が睨み聞かしてくるから、なかなか行かれへんねんけど。すごいレベルたくさんいるよね。ほんまにめっちゃ可愛い。ね。これね、俺ね、世界の観光地の中でも一番って言っても過言じゃないと思う。俺は万平と来た中では間違いなく一番。間違いなく一番やんな。その総女性人口の中で可愛い子っていうのがめちゃくちゃ多い。ね、そうだから何百万人いて、可愛い子がちらほらとかじゃなくて、いる子いる子が全部可愛い、ね、なんか知らんけど。で、連れてる男もかっこいい。ね、かっこいいね。とりあえずね、3組クソ可愛い子行ったのと、ナイトマーケットがもう閉まったわ。7時で終わるらしくて、もう7時18分なんで、人がいなくなって、もうみんなお店の中入ってご飯食べてる。まあしょうがないでしょ。しょうがない、しょうがない。これは俺らちょっといろいろ回っとったからさ、今回はジャストでオンタイムで来られへんかったのはちょっと申し訳ないんですけど、うん、はい、ということでお疲れ様でした。今日もお疲れ、一日お疲れ。一日じゃなかった。この動画しか見てない方もいらっしゃると思うんですけど、1個前と2個前の動画ですごい大冒険をしてきたんですよ。すごい面白いのいっぱいあったんで、ぜひ全部見てください。疲れたけど最後にあんだけ可愛い子
見たら疲れ取れたな。 Facebook と Instagram を全員と交換できた。だから俺コロンビア、スペイン、フランス、ハンガリー、どこ行っても俺あんだけ可愛い子と一緒に飯食える、あの飲むっていう約束したし、めっちゃいいよな。だから俺次一応ヨーロッパ攻めようかな。ヨーロッパか南米攻めるわ。だいぶ熱い。めちゃくちゃ可愛いもんだって。ありだよねそれ。ありあり。だってあんな可愛い子の連絡先取ったらさ、あんな可愛い子の友達は絶対可愛いやんか。おい、後ろの子可愛くて全然話聞けなかったそんな感じした、目がでもね、彼氏持ちやからあれはちょっといかれへんな。ほんま彼氏持ちの人多かったな、残念ながら。ってことで、バリ島来たらビーチもいいんですけど、ウブドぜひ来てください。おそらく世界中の美女が集まる観光地の中の一つになってると思います。ってことで、ナンパ企画恒例のどの子が良かったですかっていう、もう決まってる。これはいいよ、決まってる、決まってる。俺も決まってる。俺あの子しかおらんなっていうの決まってる、はい、もう速攻帰ったら DM 送る。何組目のなんとかみたいな感じで言えばいい。そうそうそう。でも一番可愛かった子、一番自分の好きな子、自分のタイプ、好み、いくで。いいよ、いい、せーので。2組目のコロンビアの子、俺はつけれない、女性に順位は。おいの金髪の姉ちゃんが、めっちゃ切れるわ。ほんま切れるだろ。知らんねん、めっちゃ怖いの。俺切れたら何これ。え、